石田角は日本のマジック・ザ・ギャザリングプレイヤー、トレーディングカードゲームデザイナー。マジック・ザ・ギャザリングが日本に上陸して間もない頃からのプレイヤーであり、当時高校生ながらも周囲の大人から一目置かれ、日本最強の高校生と呼ばれるほどであった。その後カードショップフューチャービートスポンサー契約を締結し、日本初のプロカードゲームプレイヤーとなり、グランプリや プロツアー、マスターズなど多くの大会で活躍した。彼が生涯で、グランプリのベスト8入賞を果たした回数は17回に、及び、これは2013年1月15日時点で世界7位、日本3位の記録である。2000年代末頃からは、マジック、ザ・ギャザリングのプロプレイヤーとしては一戦を退き、デュエルマスターズや、イナズマ 11TCG 等、 トレーディングカードゲームの開発に携わった。石田の引退は日本のマジックザ・ギャザリング界にとって大きな損失であったと日本のプロプレイヤーたちがコメントしている。2013年1月13日死去33歳坊津突然倒れての救世であった。最後の言葉はデッキ、組まなきゃであった。その死を受けて日本人で初めてマジック。 ザ・ギャザリングプロツアーデンドを果たした藤田武氏は、俺は悔しいよ、納得できないよ、俺と日本人で初めてグランプリ優勝を果たした藤田健一は、ああ、自分たちはとんでもない才能と一緒に貴重な時間を過ごしていたんだなをコメントした。また、他にも国内だけでなく海外からも追悼のコメントが寄せられた。 同年3月に開催されたグランプリ横浜2013では、石田の追悼ブースが展示された。また、同年9月に発行されたマナバーン2014には、石田の追悼記事が掲載された。プロプレイヤーカードより。ABCDF e 森ケータ。追悼、石田拡さん。ウィザーツ・オブ・ザ・コースト。2019年6月19日、閲覧。 ライフタイムグランプリトップ 8S リンク切れウィザーズ・オブ・ザ・コースト2013年1月20日、閲覧。川崎大輔日本勢はなぜ勝てなかったのか。リンク切れ MTG JP ウィザー,アーズ・オブ・ザ・コースト2013年1月30日、閲覧。時田雄介。不法、石田隠し。黒い森の祠 2019年6月19日閲覧。アーロン・フォーサイス、リップ、イタル・イシダ、クワイエット・リー・フィアス・コンペティター、アイ・リメンバー・ルージング・ツー・ヒズ・パンツ・アー・ハンターズ・イン・チーム、リミテッド。ツイッター、2019年6月19日閲覧。ブライアン・デビット、マーシャル、リップ、イタル・イシダ・ワン・オブ・ザ・グレーツ・オブ・ザ・ゲーム、クワイエット・ファニー・アンド・ワン・オブ・ザ・ゲーム。 S ベストプレイヤーズ HE will be sorry missed.Twitter 2019年6月19日閲覧。セオアサコ。本戦以外の見どころをまとめてご紹介。GP 横浜2013サイドイベントカバレージ。Happy MTG2019 年6月19日閲覧。マナバ a v 2014P88 から93。Hobby Japan 2013年9月20日。 発行 ISBN 978から4から798606767ありがとうございます。